冷たい感じって言ったら失礼な言い方なんですけど、そういうイメージもあり、やっぱり土のねがいいのかなともいろいろ考えはしたんですけれども、行けなくなるね、歩くのも大変になる時代になると思うんですよ。その中で来たらエレベーターでガーって自分も上がってこれるし、それ足元も平らですし、年行けば行くほどいいのではないかな。その交通資源で、そしてまあしかも経済的にリーズナブルっていうことですね。まあ多くの基数をまあこうしてまあ設けるということで、まあ平たく皆様にこうリーズナブルにお求めいただくようなことができる保証。そしてまあ大切なのは永代供養がついていると。その墓所の方がですね、いわば300区画ぐらいありますけども、半分ぐらいの方々がですね、もう後継ぎさんがいらっしゃらない、承継の方ができない、そして、まあ無縁となってしまう可能性、まあもうすでに無縁となっておる。なくて、そして、後々それこそ面倒を見てもらえないという現実がある以上、何か心温まる方法で、具現化できないかっていうのがこれなの。本来は血筋で、親が子供、子が親を見ることが当たり前であり、それが子どもの義務だと私は思うんだけれども、それが叶わないという現実。